皆さんこんばんは。大分の高っちょ親方です。さあ、ゴーアクティブ大分からの風ということで、まあ私大分の人間ですけども、まあ大分をね、こうぜひ、まあ、YouTube を通じていろんな魅力を紹介したいなと思っております。そしてやはりやっぱり大分が私も好きですので、まあ好きこそものの上手なれという言葉がございます。毎年実はこちら、じゃじゃん、見えますか、真剣大分学検定というご当地検定を受けております。これは大分に関するですね、あらゆることですね、まあ、時事問題であるとか方言であるとか自然や文化、歴史などをですね、全部でまあ120点満点の試験でございます。筆記が100点で、この検定の面白いところは五感を使ってるんですね。例えば温泉の匂いを手ですくって味わって匂って実際に答える問題、どの温泉かを答える問題や、リスニング、最近は民謡ですが過去は方言丸出し、大分弁の方言丸出しの弁論大会優勝した方の方言を聞いて大分弁の意味を答えなさいという問題文出ましたし、視覚問題やビデオを見てお祭りを答える問題など出ております。まさに五感を使った本当に面白い検定でございます。もう私本当大学時代大分帰ったらこのご当地検定作りたいなと思ってましたが、この私が所属しております大分学研究会をはじめとしてついにですね、今回7回目でございますが、大分の検定ができております。毎年11月3日の文化の日に行われている大分学検定、今年も受講いたしました。私今回、まあ、6回目の受験でございます。で今回ですね、まあずっとですね、やっぱり、まあ、もちろんですね、1位が全てではございません。ただやはりですね、この検定やるからにやっぱり1位を取りたい、てっぺんを取りたいですし、まあ知ってるということはそれだけ大分と触れ合っている、大分に興味を持っているという客観的なステータスにもなりますから、もう毎年私が楽しみにして、まあ、受けています。で例年ですね、過去私4位までが最高です。でランクがですね、初級、中級、上級とございましてですね、初級が60点から90点、半分から、まあ、89点までが初級、中級が90点から109点で、上級が110点です。ですから120点中の110ということは、ほとんどノーミスでいくような非常にハードルが高いですね、試験でございます。過去、6回、今回も含めて7回目ですけども、上級取った方は1名しかいらっしゃいませんのでですね、まあ、非常に難しいんですが、今年から大分学検定というのが具体的にこの図書をやれば8割出ますよというのがございます。こちら例えば大分学ことはじめ辞典、ことはじめですね、大分合同新聞さんで毎日掲載しています教えて文文というですね、大分学を詳しく説明しているまとめサイト、まとめの本や、こちら丸ごとわかる大分県ですね、いろいろ歴史文化など各分野についてその道のスペシャリストが一筆書いているもので、今手元にはないですが、あと平成と大分という大分の平成の30年間の資料、この3つをすれば8割取れるよというふうに言われてましたので、まあ勉強しやすかったです。ですので今回手応えから言いますと、まあ去年よりかはいいなと。去年がですね、その4位だったんですけども、中級でしたけども、それよりか上がってるなという手応えありました。ただ優勝は狙えるかどうか、そこは微妙でした。今年ですね、まあ絶対王者と言われております、まあ、唯一の上級を叩き出された方が、今年はあいにく参戦ができないということで、まあ、ある意味ではチャンスではございました。そんな中では私はどうだったか、具体的な順位は申し上げませんが、去年よりかは良かったです。ですので結論から言って9でいくと、見ます、中級です。中級までは行きました。あいにく上級はやっぱり難しかったですね。でまあ結論というか本当の思いを言いますと、悔しいです。わずか1点差で、わずか1点差の世界だということだけはお伝えいたします。具体的なですね、順位はまだ申し上げませんが、まあ非常に過去最高は叩き出しました。ただ非常に悔しい順位だったというところでお察しください。まあただですね、まあそういうふうに反省しつつも、まあ素晴らしい賞品もいただきました。実はですね、去年と同じ
ものをありがたくいただくことができました。まず一つ目が、こちらはですね、普通上の、まあ、順位で上位だった方に与えられる大分県内の素晴らしいセット、各市町村の皆様方が提供していただいております特産物でございます。私は今年、じゃじゃん、見えますでしょうか、佐伯寿司のお食事券1万円分をまたいただきました。昨年度に続きまして、で同じですね、お寿司の券いただきまして、佐伯寿司様からはその前にも一度ですね、お菓子の詰め合わせセットもいただきまして、ですね、今回まあ全部で5回入賞した中の3回は佐伯寿司さんからですね、プレゼントをいただいております。本当にありがとうございます。まあ、昨年は父親の誕生日でですね、使ったんですが、今年ちょっと期限が父親の誕生日までありませんので、まあ家族かもしくは友人と一緒にですね、また佐伯のお寿司を楽しみたいと思います。ありがとうございます。もう一つですね、私先ほど言いましたが五感のクイズがあるんですね、20点分ございます。それがなんと去年と今年満点なんです。本当ね、私ね、それまでは本当この五感もの大の苦手だったんですが、ここ2年はおかげさまで満点をいただいています。ということで満点をいただきますと、じゃじゃん、辻野勲記念賞といいまして、辻野勲先生、これ大分学研究会、大分学を提唱された先生です。残念ながらお亡くなりになりましたが、この方がですね、まあ、私もですね、学その研究会や仕事の研修でも習ったんですけども、まあ大分人は本当宣伝が弱いと、いいとこあるのにね、まず大分県民が大分の良さを堪能しなさいということで、実はですね、まあ、大分県内のさまざまな体験ができるチケットをいただいております。こちらちょっとですね、表面見せられませんが、3カ所、湯布院玉の湯様の、ティールームペアケーキセットですね、湯布院のですね、ホテル様のケーキセットのペアケーキセット店、続きまして佐伯市構え海の町ですね、民宿丸二丸様からペアウニ体験ですね、ウニ割り手体験券朝食付きをいただきました。ありがとうございます。もう最近のね、お魚本当美味しいんですよ。さっきのお寿司もそうですが、ウニまた高級ですよ。そして最後、宇佐市安治町の宮田ファミリー農園の様から、ペアぶどう狩り体験券お土産付きをいただいております。宮田ファミリー様、グリーンツーリズムで有名な安治町の宮田誠一さんの農園でございます。大分研究会でも実はお邪魔をしております。その方のですね、ぶどう本当美味しかったんですよ。その以前その研究会でお邪魔した時にですね、のペアのぶどう狩り体験券をいただきました。ありがとうございます、ね。まあ、正直な話しますと、去年も同じのをいただいたんですが、あいにく使う機会がなくて大変申し訳ございませんでした。今年こそはね、この大分を楽しみたいと思います。やはりですね、まあ本当に悔しいですね、というのはやっぱりまだまだ勉強自体も足りなかったということもございますが、そのやはりやっぱもうちょっと大分に興味を持つとかですね、いろんな場所に大分に行かなきゃいけないなと感じました。まあいい方すればまだ出会っていない大分があるというつもりでですね、伸びしろですねみたいに、まあ本田圭佑と同い年ですし、今ちょうど E1 でですねサッカーやってます。まあどうでもいいんですけども、その中でですね、まあもうちょっと私自身やっぱり大分はもうちょっと知らなきゃいけないなというふうに思いました。まあ、ですから例えば文豪のカルタの絵札巡りですね、で地元文豪のを知ったり、そしてまあ竹田市にも今お邪魔してますし、まあ、まずは地元の特に宝石地区から、ジオでもそうですし、大分研究会もそうですし、いろんなところを、まあ、地元をあえて回って再発見したり、また大分県内でいろんなところに行って、まあ、イベントメインでもよし、こう温泉目当てでもよし、とにかくまたいろんなところですね、まあ、結構私全国旅をしてますけども、毎一度大分を楽しむことをですね、この1年間やっていきたいなと思います。その中でさらに肉付けとして、まあ、大分の知識を知ることで視野も広がりますし、ね、魅力も知ることができますし、まあ、課題も逆に知ることができて、じゃあどうしたらよいのかという方法にもつながると思っておりますので、まあ、これからも大分を愛しますし、まあ、その大分を紹介する意味でこの動画でも引き続き Go アクティブ大分からの風と言っておりますから、大分について PR したいと思います。まあ、私自身もそうやって動画に残すことで備忘録にもなりますし、整理にもなり、ね、頭の整理にもなりますし、それが皆様に伝われば
ね、そして大分にお越しいただければ本当にありがたいことでございますので、どうか皆様これからもお付き合いをよろしくお願いいたします。そしてまた耳寄りな大分の情報がございましたらコメント欄で構いませんので、ぜひ私高知親方までよろしくお願いいたします。ね、まあ、大分の親方ですね、中村親方、吉風関とか雷親方ですね、川木材関もいらっしゃいますが、まあね、非常に今大分に、大分を愛する親方でありたいと思いますので、皆様どうかこれからもご声援のほどよろしくお願いいたします。そして大分に来ちゃくれな。それでは以上、大分学検定今年のご報告でございました。これからもよろしくお願いいたします。